長良川鉄道ながら500系起動車は、開業時から使用されている長良市型を置き換えるため、2007年から2009年にかけて3両が製造された長良川鉄道の起動車である。1986年12月に国鉄小指南線を第三セクター鉄道に転換して開業した長良川鉄道が、開業時から使用している長良市系への更新のため、 2007年から2009年にかけて両運転台全面貫通式トイレなし16.5メートル車体のながら500計算量が製造された。車内はロングシートとなった。最初の2両はながら3型に似た円磁色ベースの車体色となった一方、最後の1両はながら1型、ながら2系同様の白をベースに3子水名の沿線に調和させた大色。 青色のデザインとなった。美濃白鳥駅に停車するながら503ながら3型をベースとするが、車体長はやや長い16,500ミ、mm、リメートルとなった。乗務員室は左隅で、乗務員室がある部分のみ乗務員扉が設けられた。客用扉の引き戸が片側2箇所、両車端に設けられ、後乗り、前振りで運用される。扉間に窓5組が設けられ、 消防確保のため在来車より大型化され、両車単よりの左右計4箇所は上段固定、下段上昇、それ以外は固定式となった。戸袋クロには窓がない。ながら501と502の車体外部は円磁色で、ながら側をイメージする白と青の帯が倉下に巻かれた。長良503は長良1型、長良2系同様の白をベースに、 三種水明の沿線に調和させ大々色、青色のデザインとなった。車内はロングシートでトイレは設置されなかった。車椅子スペースが拡大され、乗降用のスロープが設置された。正面と側面の行き先表示装置は LED 式となった。エンジンは電子ガバナの日産ディーゼル製、PF6HT03 ディーゼルエンジンを一気搭載、動力は変速二速。 直結一足の日立2個トランスミッション聖託マイナス22の1624液体変速機を介して、台車に伝達される。前くらい、即台車は二軸駆動の同台車 FU56D、後くらい側は、付随台車 FU56T で、いずれも枕羽根が、ボルスタレス式空気羽根、軸は腰地は積層ゴム式である。制度装置は、 SME 三観式直通ブレーキが採用され、従来車との並結が可能である。非常ブレーキは電気指令式となった。暖房装置はエンジン排熱を利用した温風式である。冷房装置は能力2 7 9キロワットのものが一機搭載された。2007年から2009年にかけて投入された。 最終製造となったながら503の営業運転開始は2010年の正月輸送となっている。ながら500系の投入により、ながら1型は全廃された。ながら側、鉄道小し南線全線で運用される。観光列車、ながらの3両目、川風への改造が2017年11月に発表された。既存の観光列車、ながら、 車両ながら301.302号車と同様に、水戸岡英二がデザインを担当しているが、改造は、この2両とは異なり自社内で行われている。2018年2月24日にながら502号車が、改造のために、関美野白鳥館で自力改装された。美野白鳥駅の車庫では塗装工事がなされており、塗装工事より、事前に行われた内装工事に関しても、 川風への改造の様子が改造費用の一部を支援したクラウドファンディングサイトのほぼ見の国でレポートされている。2018年4月4日には改造後初の試運転が行われ、同月12日には既存の観光列車、ながら車両と連結しての報道向けの試運転が、往路はアユ号との2両で、袋がアユ号、森号との3両で行われた。 2018年4月18日に運行開始し、赤駅で出発式が行われた。これ以降は、お弁当プランや、ほろ酔いプランといった単独での運用が組まれる場合が多い。2018年6月3日には、ながら2号において、あゆ号、森号にながら500に、川風号が連結されて3両運行された。同年10月には、森号の検査に伴いダイソーとして、 ビュープラン用車両に充当された。観光列車としての運用がない場合には、車内のテーブルを取り外すことで、一般列車での運用も考慮されており、乗車整理券不要の普通列車としても全線で使用される。2018年のゴールデンウィークや6月17日にも、増結用車両として使用された。2018年3月25日からながら503が、 グッジョブ8万トレインとして運行開始2019年3月26日からながら501がチャギントンのキャラクターのラッピングを施した名が鉄チャギントンとして運行されている。ありがとうございます。